方平君は中華民国の軍人。北京政府の直令派、国民軍の軍人で、後に国民政府に属した。日中戦争中は一時的ながら南京国民政府に属している。字は、孔鎮、さら神、孔信。父は、秀才の家柄で、方平君も当初は、学問を志した。しかし、父の死に伴い、学問を放棄して、商業を営む。 1899年、北洋第三鎮砲兵隊に加入し、教官の孫だけと指定関係を持った。東北即衛学童卒業後、孫だけの紹介により、中国同盟会に加入した。1911年、周期異議に参加した。しかし失敗して、法も罷免され、再び商人となる。1918年、補填に駐屯していた孫だけと再会し、 再びその配下として起用された。以後、孫の下で順調に昇進していく。1924年10月の表玉省による北京政変が発生で、孫だけが国民軍に加入すると、法平君は国民軍第二根成旅旅長に起用された。しかし1926年4月、国民軍が北方各派との戦いで不利に陥ると、法平君は 直令派の後配布に投稿し、第十二根性旅旅長に任命される。同年冬、後が国民政府の北伐軍に敗北すると、河南保衛軍のグモミサゴを頼り、河南保衛軍第十一支市長となった。1927年3月、河南保衛軍第三軍軍長に昇進する。間もなく、が、武漢国民政府に降ると、方もこれに従い。 国民革命軍しばらく変大五軍軍長に任命された。同年5月、兵玉将率いる国民革命軍第二集団軍のあずま軍第二十軍軍長となり、北伐でも軍港を挙げている。北伐終了後の兵玉将と小解析の対立でも、宝兵軍は兵を支持して中原大戦などで戦った。しかし、長学領軍の攻撃を受けて敗北し、 これに降伏した。町の下では、第四十軍軍長に任命されている。1931年の満州事変、1933年の頂上高戦にも参加した後、同年5月に、兵が組織したチャハル抗日同盟軍に加わった。しかし、宝兵軍は、チャハル省政府主席の地位を提示した、町の牢絡を受けて寝返り、兵を下野に追い込んでいる。ところが、 現に小政府主席の地位にあった、総鉄源への章の配慮から、結局約束は履行されず、法は、かなに移駐させられた。1937年の日中戦争勃発後は、法兵衛軍は部隊を率いて、最前線の各地で優先する。特に、1938年3月には、長治忠氏らと連携して、板垣清志郎率いる、第五師団に、 臨儀で大打撃を与える軍港を挙げた。その後も、軍港を重ね、1939年10月に、第24集団軍総司令権第50、軍軍長に昇進し、1940年には、河北省政府主席等を務めた。しかし、1943年4月、日本軍5個師団の包囲攻撃を受けた第24、集団軍は大損害を被る。窮地に陥った。 方平君は、小解析の暗黙の了解を得ると、日本軍に降伏した。その後、南京国民政府に帰属し、開封水税主任権しばらく編第24集団軍総司令を務めた。日中戦争終結後、方平君は、小解析に、再び投降した。それまでの選考や日本軍投降の経緯を考慮されて、罪に問われることなく、 第一祖地軍曹司令に任命されている。1946年春、法は自身の老いや衰えを考慮して辞任し、国防を不思議に転じた。1949年、台湾に逃亡した。1963年1月12日、病没。去年85。ありがとうございます。